ということで、前回の続きで鶴戸西美の走って行きます。ちょうど折り返し地点ぐらいの谷組さんのところから南西方向に向かって池田町の方に走って行きます。前半の動画はどっちかっていうと川ゾーンの景色が多かったかなって思うんやけど、後半は山ゾーンになります。また前半までの平野の風景とは一変して景色が変わってくるもんで、そういうところはね楽しめるんやないかなって思います。ただね、ちょっと辛さ的にというか疲れ的には昼過ぎってのもあって、この辺が一番偉かったかなっていう感じはしてます。ちょっと暑さにねやられとりました。まあ無理しんような感じで行こうかなと思って後ろのグループに混ざったり、無理して自分のグループについていかんようにちょっと調整したりしてマイペースに走っていきました。後半なんですが、もう一踏ん張りっていう感じですね。さあ、4つ目のおもてなしステーションに到着しました。ここでは冷たいね、クズキャンってアイスみたいなクズのキャンディーが出てきて、それがねめっちゃ気持ちよくて助かったんやけど、このね動画の様子を見てもわかる通りもうちょっとね喋る気力がなかったです。ちょっとずつ登っとるみたいな感じのコースやったから、思ったようにねスイスイ進めんくって、ちょっとねあれみたいななんとですね、ここでまた坂が再来いたしました。うわー。さあ、こっからは梅谷峠でございます。前半の動画で登った牛洞峠に比べると、もうちょっと山道って狭い感じの道になっとったんやけど、頂上がね池田町と垂井町のちょうど町境みたいな感じになっとるとこで、ここもまあ地元走っとるローリーのね方には割と有名なスポットみたいなんですけど、山道で一人になるとねちょいちょい独り言が出てくるもんでね自分に頑張れって言いながら走りました。多分レベル的にはそんなに高いものじゃなくて、ちょっと初心者でも頑張れるようなレベルのね坂みたいでした。ただね、これが135キロの30度の日のね後半に来るとね、もうだいぶ不安ですよ。もうねこれはね登れんやろと思っとったんやけど、もうね一番下の軽いねギアでカリ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 漕いで、人が見えてきてついに頂上に到着しました。到着？頂上やったつかなくて来れました。つかずに来れたいやね、温かいね言葉をね登り切ってかけてもらえて、もうこれでねちょっとうるっときつつ早いまだゴールしてないんですけど、ちょっと達成感を感じつつ、今度は下りをね降りて行きます。下り道もちょっと狭めの山道って感じで、で、気持ちよかったです。今度は関ヶ原の方に向かって進んで行きます。今回のね、このイベント、ほんとめちゃめちゃいろんなところに警備の人が立っとってくれて、案内しとってくれたんやけど、その最初のグループから後のグループまで結構おったはずやのに、めっちゃありがたいなって、お疲れ様でしたっていうね、スタッフの皆さんもお疲れ様でしたっていう感じでした。そして関ヶ原に入っていくわけなんですが、関ヶ原といえばなね感じのところ、関ヶ原の戦い決戦地を、ね、左に見えとるのがそうなんやけど、決戦地を過ぎて笹尾山のおもてなしステーションに到着いたしました。
最後のステーションに関ヶ原ですね。天下分け目のここを出てあと20キロぐらいでまたスタート地点の朝中に戻る感じになります。ラストスパートで頑張っていきたいと思います。出店みたいなのも出とってなんかねゆっくり楽しみたいぐらいやったんやけど、まあ、まずねひとまずゴール目指さんとなっていうことで出発してまた大垣の方に戻ってきてスタート地点の朝中を目指して行きます。地元でねこんなしっかりしたサイクリングイベントが開催されとるのは自転車始めるまで知らんくって、結構ねちゃんと企画して協力してやってみえるみたいだったので、これはねぜひ他のね地域のみんなにも来てもらって岐阜をね走ってほしいなって思いました。ゴールに向かって期待が高まってまいります。そしてついにゴール地点の朝中競技場に戻ってまいりました。132キロ距離としても最高記録達成です。はい、ということで完走賞もゲットしましたとね、大変なところもあったんですけどすごい楽しいライドでした。よかったらね感想などもらえたら嬉しいです。ではまた次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。